北越軍団は、江戸時代の軍学書、元禄十年に成立。著者は、関東伊西え戦国を表した牧刀秋武での地に、小股に三人と交し、大見世々藩本岳の浪人とされる。近世には、戦国期の軍事、合戦への関心が強まり、多くの軍学者が出現し、紅葉軍艦をはじめとする軍学書が成立するが、紅葉軍艦が買い、武田氏に関する、 軍学書であるのに対し、北越軍団は、越後国上杉氏に関する、軍学書で、謙信、継承期に関する自責や上杉家臣団に関する、豊富な記述を含む。官営20年落東院宿謀案の序文が添えられるが、著者は、紀州徳川家に仕えた、宇佐見定助であると考えられている。近世には、写本、漢本など書本が留付し、法営8年には、 大阪高麗橋の野村長兵衛が同系統の諸本を競合し観光する。上杉氏の記述だけでなく、戦国期に北進地域をめぐり川中島の戦いを繰り広げた海国武田氏に関する記述も豊富。川中島の戦いにおける武田信玄と上杉謙信の一騎打ち伝承などを記し、謙信の伝説的軍師である。 宇佐美貞だの活躍を豊富に記すなど、紅葉軍艦と同様に文書上からは確認されない、事象や年の誤りなどを含む。北越軍団は、貞助の創始した、史交流軍学の教本として用いられ、部門に洋館賞を教本とする洋文流などの書流も、分出した。また、近世には、川中島の戦いが、合戦図屏風として盛んに制作されているが、 和歌山県立博物館所蔵の川中島合戦図表部は、北越軍団の記述に基づいた合戦の様相が描かれ宇佐美貞幸の活躍が強調されていることが指摘されている。久保田純一役、関東古戦六、赤木出版第二冊2007年、P13、紅葉軍艦は、武田信玄、勝頼岐の武田氏に関する合戦や軍法について、 論じられた軍学書で江戸初期に成立。弊社は武大臣の旗本、尾端影則と考えられており、武田氏の伝説的軍師である山本勘助の活躍などを記している。宇佐美貞助は越後上杉家臣、宇佐美貞之の子孫を称する将校の子で、慶安二年に紀州徳川家に主管し、藩主よりの部に軍法を授けたという。ありがとうございます。